駅前のラーメン屋の息子。ストーリー福里真一。出演和久田理人。駅前のラーメン屋の息子は少年野球のヒーローだった。アイドル系の顔立ちと華麗なプレーで、小学校3年の頃にはもう親衛隊がついていた。甲子園で全国制覇を成し遂げた後、プロ野球からの誘いは毅然として断り、駅前のラーメン屋を継ぐ。それがその頃の彼の人生の設計図だった。そしてなぜかその彼の人生の計画を地域住民の全員が知っていた。私も含めて。駅前のラーメン屋の息子の転落は早かった。中学の野球部で先輩からのしごきに遭い、あっという間に退部。囲碁将棋部に移った彼は、不良グループの中の割とナンパな方の一人として中学時代を過ごした。駅前のラーメン屋の息子が高校に入るや否や引きこもりになったらしい。駅前のラーメン屋の息子が引きこもりの自分を叩き直すために自ら遠洋漁船に乗ったらしい。生きて帰ってこられるのか心配だ。駅前のラーメン屋の息子が遠洋漁業から無事帰ってきて、今度は自分のルックスを生かしホストクラブに勤め出したらしい。他のホストが日焼けサロンで焼いているのに対して、遠洋漁業で焼いた彼は日焼けの本物感が違うと評判らしい。その頃成人して実家を離れていた私は時折帰省し、父親は亡くなっていたので今は一人暮らしをしている母親と対面する。あまり話題もなく気まずい雰囲気になりかけると、母親が確実に時間を埋められる黄金の話題を持ち出す。駅前のラーメン屋の息子さ。うんうん、今度はどうした？仏門に入ったらしい。仏門ってだから仏の道だよ、お坊さん。唐突だな。ほら、ホストクラブセクハラ疑惑でクビになったでしょ。え、そこからして聞いてない。いや、なったのよ。それで何もかも嫌になって仏門に入ったって。なんだか型破りなんだか型にはまってんだかよくわかんないな。今では駅の反対側に大きな出口ができ、駅前のラーメン屋の息子が継ぐはずだったラーメン屋も潰れた。つまりすでに駅前のラーメン屋の息子ではなくなったはずの彼は、しかし依然として駅前のラーメン屋の息子という名前で平凡に暮らす地域住民の食卓にエッジの効いた話題を提供し続ける。駅前のラーメン屋の息子さ、お寺もクビになったって。え、なんで？セクハラ疑惑。それ疑惑じゃないんじゃないの？実際やってるんじゃないの？だって2度目でしょ。数年後、母が死んだ時、最初に心に浮かんだことの一つが、不思議なことにこのことだった。これでもう駅前のラーメン屋の息子の消息を聞ける相手がいなくなったなと。母の葬式にお経を唱えに来たお坊さんは、残念ながら駅前のラーメン屋の息子ではなかった。もう彼がお寺をクビになった後だったので。